couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. こんにちは、リコです。今日は中目黒に来ています。そして今日は初のデート Vlog をしたいと思います。デートをするということは相手が必要だということで、ゲストに来ていただいています。どうぞ。こんにちは。けじろくんです。けじろはあの事務所のが同じなんですよね。そうですね。だから実際事務所で会った時に喋るぐらいだもん ね、それ以外そんなにそんなにいやでもあの同い年だから仲はいいんです。ということで今日はけじろくんとデート Vlog 楽しんでいきたいと思います。まずお買い物に行きます。レッツゴー。本当だ。お花見なんてしないので。嘘、しないよね。そんなことしないよ。しない、しない、しません。わかんない、お花見女子会かみたいな。時間があったらしたいな。いいな。でもどこに行けば咲いてんのかわかんないな、俺。大体変わってるじゃない。あ、でも大体咲いてるか。大体まあまあ咲いてるけど、まあ名所みたいなのあって。でも代々木公園とか。いいな。もう本当に自分の家の近くでしかほとんど住まないから。何言ってんの。ちょっとね、けじろとは時々会話が成立しないんですよ。最初にデートブログ撮るので、うん、あ、けじろだけいいんじゃないって言ったの。そしたらかのまるさんが、うん、いや、会話成立しないと思う。間違いない、間違いない。笑ってきて、あ、いや、私ギリ成立しますよって言って、けじろになって。いや、しっかりしてるもんだって。あ、でもなんか、なんかいろんな人に、うん、なんかそのリコのことを聞くと、うん、ふわふわしてるみたいな。え、どういうの。え、なんか、俺からしたらちゃんとしてるみたいな、うん、え、ちゃんとしてるじゃん。いや、俺はそう思ってたんだけど、なんかみんな逆に可愛がられるキャラみたいな。みんなって誰やねん。そんな。あ、でもなんか聞くんですよ、そうやって。嘘。では、お店に着いたのでここでお互いにプレゼントを選びたいと思います。選びましょう。じゃあ入ります。早速行こう。何を買おう。さっきのお店がまだオープンしていなかったので悲しい。先にランチに行き買いたいと思います。買いましょう。美味しいの食べると。何かな。何食べたい今。何の気分。肉。いやいや好きや。肉好きや。肉と白米。白米バカ食べるか。白米しか食べないから。そうだな、まあ確かに肉でもいいかな。何食べたい。結構何でも入る今。本当いい感じで稼いでる。朝ごはんは食べた。食べた。いや、サラダだけ食べた。もう健康的。これヨーグルトだけ。まあまあ健康的よ、それも。そうそうそう。野菜は取った方がいいからね。そうだよ。最近何作った。最近また肉じゃがこの間、昨日作った。女子。肉じゃがめっちゃ女子じゃない。難しくない。いや意外と簡単だって。レースいれば本当にすぐできるんだよ。ちょっとやってみたいと思います。得意料理最近の。チーズリゾット。作ったことない。あれリゾットってなんだっけ。なんかご飯。ご飯。ああなんかあれか。わかる。あのあれでしょ、コンビニとかに売ってる、チンしたら温かくなるチーズのやつ。中目黒は結構行ったことある。まあ撮影できたんだから。あ、そうなんだ。友達と遊ぶ。そこで。いや遊ばないかな、あんまり。男の子って何するの。することって言われたらそんなにいないから、やっぱドライブとかになるのかな。そうなんだ。しないドライブとか。なんで。え、でも絶対私の方が悪い。ダメって取ったんだもんね。取りました。でもオートマでしょ。これマニュアル取ったもん、ちゃんと。まだマニュアルほど怖いものはない。ゴールド免許です。でもなんかテストの時にね、うん、シートベルトつけるじゃん、うん、それを先生のところにつけちゃった。それはやばかったけど、そこ以外はね、全部大丈夫だ。行き過ぎでしょ。でも先生ニヤニヤしてたね。面白い。でも本当に思ったのは、シートベルト
隣の席にも入るんだなって自分の方がいやいや、そっからあの学び得なくていいんで別にということで、到着しました。やった。本日は中目黒テラスさんにてランチをしたいと思います。美味しそうだね。美味しそう。肉がよかったね。よかった。じゃあお肉を食べていきたいと思います。We've been on and off again and again. I don't know which way we're going. No control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can. いただきました。こういう優秀なあるよね。ということで食べていきたいと思います。これはボロネーゼ。美味しそう。食べる寸法になります。あんまり来ないかも。バイキンポンこのバイキンポンじゃないか。何してるの。ちょっと教えてみても聞いて聞かせてなんか現場にかもしれないけど現場に来るとかまあまあすごい距離。そうだよね。何があるよね。九州の原宿走るのか。ケチャップかトマト。トマトの味がするね。よかった。美味しいですか。よかったです。それはもちもちしてなんかすごいね、耳が耳が美味しいでー。半分くらい。半分の1分ぐらいでいいかもしれない。そんな高度な技術できる。お昼は食べました。美味しかったね。美味しかった。めっちゃで近くにですね、ここにイソップがあったので、さっき買い物しようって言ってたのをイソップに変更したいと思います。変更しよう。いい匂いあるかな。ね、いい匂い。目のコンコンあれなんで目のコンコンピいや、そこはどうでもいいのよ。でも結構人気だからね。並んでる。ね、いいプレゼントを探しましょう。私は一足先に買ってきました。いい感じのギフトが見つかったと思います。今はケジロマシです。もうすぐ戻ってくるかな。待ちたいと思います。いい天気だ。おかえり。買ってきましたかということで、お互いにゲットしたのでこれを持って今からフルーツサンドを食べに行きたいと思います。あ、そこでこれ交換しようね。ではフルーツサンドの旅へ GO。 着きました。着きました。こちら代官山ボックス。フルーツ、あ、違うフルーツボックスです。そうです、フルーツボックス代官山店さんに。やっと着きました。着きました。美味しそうだね。美味しそう。食べていこうね。食べていきます。ショー GO。 品種がですね、ちょっと違うんですよ。いい、あのめちゃくちゃ甘いんですよ。へー、買ってきました。
セトか。セトかな。なんか高級なミカン。ミカンのなんか。フルーツボックスっていう名前のフルーツサンドです。だ。両方美味しそう。旬だから。セトかは今。そうですね。めちゃくちゃ美味しいと思う。たくさん味わって。ね。食べたいと思います。では。いただきます。おいしい。いや、まだまだいっぱい果物がたくさんあるから。めっちゃ入ってる。セトカとイチゴとバナナ。セトカも入ってるんだ。うん、おいしい。最高やな。うん、天気もいいしね。おいしい。めっちゃおいしいんだけど。今さ、そういえばセトカ行ったんだけど、私。瀬戸か行った？あ、ちょうど？うん、あ、一緒の瀬戸かね。同じ瀬戸か。めっちゃ美味しいよ。本当に？うん。食べたことないよ、俺瀬戸か。嘘、本当？うわ、ちょっとそれ頑張って。美味しそう！いただきます。やば。お、いいね。いい食べっぷりだよ。どう？うまい。なんか、うん、普通のみかんよりもずっと甘い。どういったの？え、本当に美味しくない？でも美味しいよね。え、本当に普通のみかんじゃない。ね、そうだよ、これ普通のみかんじゃない。ただのみかんじゃない。セトカだ。セトカだ。セトカだ。美味しい。美味しいですか？美味しい。よかったです、それは。では、プレゼント交換をしたいと思います。ありがとうございます。見ます。どうぞどうぞ。あ、じゃあどんな気持ちで選んだのか、その開けてない間に。あ、どんな気持ちで選んだのか、はい、言っていただいてもいいですか？あ、なんか、はい、自分じゃ買わないだろうなっていうコンセプトで、で、まあ、さらに、はい、そのなんかスキンケアだったら、これだよね、選んでくれたの。違う。なんでなんでなんで。やばい、これ大ハプニング。あ、じゃあなんかこれをお二人に俺が一回あげたんだよね。逆に置いちゃってた。ケジロのせい。ごめんなさい。これは大ハプニング。大ハプニングでしたけど、まあまあまあ、仕切り直して、こちらが私が選んだプレゼントでございます。やったー。なんだよこれ。キャンプと思うじゃん。洗顔です。いや、なんかその汗かいた時のいい匂いがするだったのよ。美容に興味なさそう。いや、まあまあまあ、穴が違う。じゃあ、そんなさ、スキンケアとかすっごいこだわってるわけじゃないじゃん。そうだね。と思って、あ、じゃあそういうのもなしってなった時に、もうなんか基本の木から、基礎の木から木からやってもらおうということで、この洗顔。しかもなんか入れ物も可愛いじゃん。私なんかこのちっちゃいサイズのね、だとこのボトルから直接こうやってやらないといけないから、そうそう、でもこれだったらポップでやるから、ジュッてやれば、そう、ジュッてやればもう洗顔。これで毎日洗顔してください。はい、たくさん使わさせていただきます。ありがとう。これね、あ、じゃあ改めてどんな感じでやってくれたのか。そうです、いいですか、説明を。なんかお家で使えるものがいいな。まあ、その中でもやっぱり自分ではなかなか手を出しにくいもの。え、なんだこれ。なんだと思います。でね、ホストプードロップ、トイレ用消臭芳香剤。そうなんですよ。トイレの、あの、そうですね、水流れる こっちですね。いい水から垂らしてもらうといい匂い。へえ、いい匂いになるんだ。すごい嬉しい。確かにね、なかなか自分で買わないし、うん、トイレの匂いも結構大事。そうだね。そういう意味じゃないけど。大事だもんね。そういう意味じゃないけど、トイレの匂いも大事だもんね。日常的にね、綺麗にしていくってことは必須欠陥。ありがとう。ありがとう。はい、ということで今日は約半日ぐらいです ね。楽しかった。デートブログしていきました。ありがとう。ありがとう。楽しかったね。楽しかった。どうでしたか？いや、なんか
こうやってね、ちゃんと話す機会もね、うん、少ないから、すごい楽しかった。うんうんうん、確かに。まあ、いつも会った時のね、延長戦みたいな感じだったよね、ほぼ。でもすごく楽しかったです。うん、皆さんもぜひコメントで感想を教えてください。教えてください。好評だったらまた、相手はケジロと第2弾やりたいと思います。それでは。見てください。あ、間違えた。あ、合ってんのか。あ、見終わってんのか、これは。見てください、間違えた。たくさんコメント待ってます。そうですね。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。You got